どうも、皆さん、こんにちは。チャクバスです。本日もね、ご視聴ありがとうございます。ということで、本日はですね、ANA マイルありますよね。こちらからですね、ANA グループのエアージャパン こちらのね、フライトバウチャーにね、交換できるようになりましたということで、本日はね、こちらの解説、プラスアルファということで、動画で、ね、やっていきたいなと思います。ということで、今回ですね、ANA マイルを Air Japan のフライトバウチャーにね、交換できるようになりましたということで、またですね、Air Japan の方でサマーセールがね、開始になっているっていう風になりますので、まあめちゃくちゃお得っていうよりかは、このね、ANA マイルのね、利用先は一つ増えるということで、知っといてね、そうはないと思い いますのでぜひね気になる方は最後までねご覧いただければなと思いますということでこちらね ANA の公式サイトになっておりまして air japan フライトバウチャーということでマイルを使う画面にですねこちらね ana マイル air japan のフライトバウチャーに 交換することができるようになりました。2020年6月よりサービス開始ということでえ、こちらね、今月から利用することができるようになったということで、ちょっとね、ベフちゃんの声が、えちょっと後ろで入ってるかもしれないんですけども、あの、今ご機嫌みたいなんでね、この点は気にしないんでね、見ていただければなぁと思います。で、必要マイル数と交換可能なエアジャパンフライトバウチャーということで、1000マイルが900円分、5000マイルが4500円分、1万マイルが1万1000円分ということで、1, マイル一度にねフライトバウチャーに交換していただくと1万1千円でね利用することができるっていう風になりますのでまあこれがね一番お得に利用することができるって言った感になりますねで、て1万マイルを交換する場合ということで1万マイルを1万1千円のフライトバウチャーに交換していただいて片道ね東京からソウル利用する場合は費用がね1万2千1 0 10円にするわけなんですけどもまあ1万1千円ねフライトバウチャー1万マイル交換していただければ1010円でね、利用することができた たりまあ往復で利用する場合はまあ1万円引きになるよっていう感じでねえ利用することができる感じですねで上記は1席あたり片道東京発または往復の東京プラス所税の費用ですえネイルサーチャージは頂い,いておりませんということでエアジャパンでネイルサーチャージかかりませんのでこちらはね総費用になる感じですね ANA マイルから交換したバーチャーは日本発片道日本発往復の予定にご利用いただけます海外発の予定にはご利用いただけませんという風になりますので この点だけね、ご注意いただければなと。 思います。海外発見とかで修行するとかね、まあ、その帰り道とかね、使う機会あるかもしれないんですけども、このバウチャーに関しては海外発はね、ご利用できませんので、この点ご注意いただければなという感じですね。で、有効期限なんですけども、有効期限は、マイルからエアージャパンフライドバウチャーへの交換日によって異なりますということで、マイルからエアージャパンのフライドバウチャー交換日、4月1日から9月30日の場合、同年度の12月末まで、10月31日から3月31日、 に交換した場合は翌年6月月末までというふうになりますのでこの有効期限ねあの時期によって異なるっていうふうになりますのでこの点ご注意くださいで発行されるバウチャーは電子バウチャーとなりますということでどうやらねこれあとはちょっと利用方法で、ね、こちら書いてあるんですけれどもこういったねピンコードみたいなのが 送られてくるみたいなので、まあ、それを、え、最後の会計画面で入れていただくという感じで、紙のバウチャーはね、届けられませんということで、この点ご注意ください。で、バウチャーの申し込み後、マイル返却はできませんということで、一回交換したものはね、マイルに戻せない。またね、支払い、 え、キングの一部をですね、使った場合、残金をクレジットカードで支払いいただけますということで、まあ、こちらも利用することができるという感じですね。でですね、こちらね、どんな感じで使うのかっていう話なんですけども、こちらね、エアージャパンのフライトバウチャーのご利用方法ね、あの、実際の画面でね、解説のページがございますので、こちらもね、概要欄に載せておきますので、まあ、これ見ていただければね、誰でもできるかなと思いますので、購入の際に、このバウチャーを追加するのところから、ピンコードをね、こちらに追 追加してていいただいてこの追加を押すと、このバウチャーが、ね、反映されて、バウチャーの、ね、金額はまあ引かれますという感じで利用することができますので、まあ、利用方法はね、こんな感じになりますので、利用される方はですね、このページをね、参考に利用してみていただければなぁと。 思います。で、これに合わせてですね、サマーセールということで、今ね、サマーセールをやっていて、またね、ANA マイル、エアジャパン、フライトバウチャー交換記念ということで、セールがやっております。え成田からソウル、大人、えー、片道大人11,010円っていう風になりますんで、これ結構いいですよね。まあ、1万マイルでね、交換していただければ11,000になりますんで、まあ、10円だけね、あの、クレジットカードで払っていただければ、これがね、利用することができて、まあ、航空券代なんでね、えっ、ー、と、海外旅行保険もその10円で適用 なるんじゃないかななんていうふうに思いますのでこれはね結構いいですよねで成田シンガポールはえ2万10円成田バンコクは19,730万円ということでまあ、こちらでね利用することができてこのセール自体は6月の10日から8月の31日販売期間は6月の3日から16日までということでまあ、10日ちょっとぐらいのねキャンペーンなんですけども こちらね、結構安くてね、いいんじゃないかなと思います。金額には運賃ちんほか空港資料税及び所税を含みますっていうふうになりますんで、これ以上ね、お金かかりませんので、あの、何か入れない限りね。ですんで、これはね、結構いいんじゃないかなと思います。B をね、調べると、これ6月19日なんですけども、ここら辺ね、もう全部土日でもね、まだ11,010円。 ありますので、まあ、1万マイルね、あの、利用する予定がね、ないよっていう方は、こちらね、ANA マイルから Air Japan 交換してね、利用していただいても、まあ、いいのではないのかなと思います。一応ね、シンプル価格ということで、このシンプルしかね、まあ、11,010円で利用することができないんですけども、スタンダードとかね、セレクトにしてしまうと、まあ、値段はね、結構上がってしまうっていう感じですね。 ですので、多分これ何も付いてないやつなんでね、手荷物とか、あと座席指定とかも多分お金かかると思うんですけども、まあこちらはね、まあお好みにはなりますけども、まあ一番安いので行きたいってなったらね、本当に1万マイルで10円で、えー、残金で、ね、支払えば行けますので、これはね、結構いいですよね。 はい、こういった形にねなっております。で、このね、1万マイルをね、このエアージャパンのこちらに交換してね、まあお得なのかっていうところなんですけども、まずね、ANA マイルで韓国路線を抑えようとした場合ですね、6月の19日でね、こちらへ検索させていただいておりますけども、今ね、空席がありそうですね。 で、往復ね、12000マイルかかります。で、所税がね、16,550円かかりますので、まぁ、ANA マイルね、まぁ、フルサービスキャリアなので、まぁ、比べるのはちょっとね、あの、間違ってる部分はございますけれども、まぁ、ANA マイルでそのまま行くとね、12000マイル往復でかかって、え、ー マイル数はね、少ないんですけども、やはりこの小税がね、16,550円かかってきますので、まあこれをどう見るかっていうところですよね。で、時間帯もね、これを今ね、空席あるんでこれ選んでますけども、まあ結構ね、空席待ちになっちゃってるね、ところは結構多くてね、利用できるっていう、 日でね、選びましたけども、まあ、こんな時間帯なんでね、まあ、夜着いて、まあ、帰りも朝なんでね、ちょっと、こっちは朝出てね、こっちは夜帰っ、もうちょっと遅い時間で帰ってきたいかなっていうところなんですけども、まあ、こういった感じになるんですよね。で、ANA マイルはですね、スカイコインにもね、交換できますので、まあ、スカイコインに交換したらどうなるかなっていうところで、普通にね、ANA でね、あの、現金価格だといくらぐらいかなっていうところで、えちょっと調べてみたんですけども、56,550円ということで、まあ、結構現金だと高いですね。まあ一応 一応ね、NA マイルはね、スカイコインにも交換できますので、まあ5万マイル交換すれば1.6倍で8万スカイコインとかになりますので、 まあ、それの方がね、レートはね、あの、いいのかなっていう部分はあるんですけども、ちょっとね、有効期限迫ってるみたいな感じでね、ちゃちゃっと使いたいなっていうところで、まあ、利用していただくのはね、結構いいのではないかと思いますので、まあ、a n マイルのね、使い道の一つとして、ぜひね、覚えておいていただければなと思います。もうちょっとね、レート良くても良かったですよね。こちらね、エアジャパンの方の、あの、あのフライトバウチャーのページなんですけども、1万マイルが1万1000なんだね。もう 一声欲しかったですよね。1万3000ぐらいだったらね、もっと良かったなとか思うんですけども、まあ1万マイルが1万1000円分ということで、まあちょっと渋いですよね。で、支払いがね、できるものということで、エアージャパンのうんちはね、もちろん利用することができますし、預け入れ手荷物の料金ですね、事前購入の機内食、蒸機に付随する税金、こちらすべてね、このフライトバウチャーで支払いすることができますので、まあこちらね、いろんなのに利用できるのはね、運賃だけではなく利用できるのはね、これは結構いいですよね。 ま、こういった感じになりますので、ぜひね、a n m l イル持たれている方は覚えておいてください。 それでは次にですね、6月に入りまして、ANA のキャンペーンがね、いくつか打たれております。まず、ANA と IHE のね、コラボキャンペーン乗って泊まって500マイルプレゼントということで、このね、対象の IHE ホテルにですね、利用する予定のある方で、ANA 使う方はですね、ぜひね、こちらエントリーね、しといていただければなと思います。まあ、こちらのページでエントリーして、航空券購入して IHE 泊まっていただくと、500マイルもらえちゃうっていうふうになりますんでね。 まずキャンペーン期間がですね予約購入期間が6月3日から8月の24日登場期間が7月の1日から8月の1日 え、往路出発分まで。え、宿泊期間が4月1日から8月の31日、チェックアウト分までということで、登場期間ね、こちらね、あの予約購入はね、今月からなんですけども、登場自体がですね、来月からっていうふうになりますんで、この点ご注意ください。で、エントリー期間が6月3日から8月の31日。で、対象となるお客様ということで、対象路線を往復予約購入し搭乗、登場。 IHE ホテル宿泊し、キャンペーン登録された方、ANA マイレージクラブ会員かつ IHE ワンリバーズ会員の方ということで、対象ホテルは ANA クラウンプラザ、釧路、ANA クラウンプラザ、秋田、ホリデーイン、仙台、ANA インターコンチネンタル、安比高原リゾートでいいのかな ?ANA クラウンプラザ、リゾート、安比高原、ANA クラウンプラザ、ホテル、新潟、ANA クラウンプラザ、富山、ANA クラウンプラザ、 金沢、ANA、ね、ホリデイン、金沢、スカイということで、ANA、ね、ホリデインとかね、入ってんのはね、結構いいですね。はい。まあ、こういった形になりますので、このホテルね、利用される方で、航空券購入される方は、ぜひね、エントリーしといていただければ、まあ、500マイルね、あの、もらえますので、マイル積算可能な運賃だったらね、何でも OK ですので、まあ、ちょっとね、特典航空券はダメなんですけども、まあ、もらえるものはね、もらっておきましょうということで、エントリーしといてください。 で、またですね、ANAPay ね、使ったことない方はですね、これね、非常にいいですね。まさかね、ANAPay と OK のね、コラボキャンペーンということで、ANAPay 初めて利用する方で、期間中 OK で5000以上利用していただくと、700円分プレゼントということで、ANAPay ね、まあ私の動画ね、見ている方もね、利用している方はほとんどだと思うんですけども、一応ね、ANAPay を5000以上利用していただくと、 700円もらえちゃうっていう風になりますんで、ぜひね、利用したことない方、利用ね、してみていただければなと思いますえ。6月3日から7月の31日ですね。 で、期間、えー、キャンペーン期間がですね、6月の3日から7月の31日、対象となるお客様は、ANAP 初めて利用された方、期間中 OK にて ANAP スマートコード決済で5000円以上決済された方ということで、ANAP 初めて利用した方とはということで、ANAP 新規入会された方、またはすでに ANAP を入会している方でも、マイルご利用明細の利用日に2023年5月の23日から6月の2日まで、 に ANAPay のマイル名細がない方が対象になりますということで、一応ね、既存の方もね、対象になるかもしれませんので、ご自身のね、ANA のマイルのご利用、名細のご利用日ね、こちらぜひチェックしていただければなと思います。で、キャンペーンの、で、特典がですね、OK で5000円以上利用していただくと、ANAPay キャッシュ700円分がもらえますということで、こちらね、エントリー不要のキャンペーンになっておりますので、利用したことない方はそのままね、利用していただければ、 5000円以上使ってね、700円もらっちゃってください。これはね、利用したことない方はですね、非常にいいですね。それでは次にですね、ANA マイレージクラブ会員限定で、ヒルドンプレミアムクラブジャパン HPCJ ですね、入会キャンペーンが来ているんですけども、 本日からね、2024年で6月3日から4月31日まで開始になったんですけども、これね、残念ながら高くなってますね。まあ今までね、この ANA のね、マイレージクラブ会員ね、この HPC での入隊キャンペーンで今まで何回も来てるんですけども、今までね、1万円で5000円2枚もらえて、主格権ね、で実質無料みたいな。まあそんなキャンペーンだったんですけども、 今年からになっちゃうのかなこちら初年度に限り2万円で、えー、宿泊券2枚、5000円が2枚もらえますんで、まあ実質1万円で使えますよっていうキャンペーンにちょっと悪くなっておりますね。まあこのヒルトンプレミアムクラブジャパンっていうのは、えー、こちらですね、ヒルトンのね、えー、有料会員プログラムで通常2万5000円するんですけども、まあこういったね、キャンペーンを使うと、えー、初年度に限りね、2万5000円が2万円で入会できたり、まあ今ね、 カード側でやってるキャンペーン、今、ダイナースぐらいなのかなヒルとアメックスはね、もともと、優待価格はね、ありますけども、まあ、それ以外だと、ダイナースもね、一応今、中通常2万5千ドは初年度1万円で、5千2枚円もらえるから実質0円ですよっていうキャンペーンが、ダイナース側でね、やっておりますんで、ダイナースの、持ってる方はこっち利用した方がね、まあ、お得になるっていう感じなんですけども、 ANA の方はね、残念ながら2万円っていう風になりまして、まあ、ヒルとアメックス以外でね、今やってなさそうなので、利用されたことない方で入会予定の方であればね、まあいいのかな、なんていう風に思うんですけども、ちょっと残念ですね。私のね、過去動画見たらね、やはり1万円でえ、こちら2枚がもらえて実質無料みたいなね、まあそんなキャンペーンだったわけなんですけども、まあ今回からになると思うんですが、年会費2万円かかりますよっていうね、キャンペーンに、 変わってしまったみたいですね。で、ヒルトンプレミアムクラブジャパンはですね、宿泊費は25%オフ、レストラン20%オフ、500、5000件が2枚もらえるということで、まあこれがね、大きな特典。またね、誕生日ケーキ特典とかもありますので、誕生月の前後1ヶ月ぐらいね、あのレストラン予約していただくと、誕生日ケーキね、無料で出してくれたりいたしますので、まあこれはね、あのヒルトン現金でね、利用される方はね、結構いいプログラムなんですけども、ちょっと2万円は高いけどね、<laughs> はい。もしね、他の、もしヒルトンアメックスとか持ってる方は、そっちから入会。ダイナス持ってる方も、そっちから入会で。まあ、持ってない方でもう入会したいよっていう方は、ま、ここから入っていただくのが、ま、いいのかなっていうところですね。で、参加ホテルなんですけども、こちらになりまして、えっとね、横浜ね、HPCJ ね、対象外なんですよね。この点はね、ご注意いただければなと思います。一応ね、こんな感じのキャンペーンもやっておりますので、えー、気になる方はですね、ぜひね、えー、チェックしてみてください。 一応こちらもね、覚えておいていただければなぁと思います。ということで今回ですね、ANA マイルからエアージャパンのフライトバウチャーにですね、交換開始になりましたので、解説、ね、させていただきました。まあ a i ジャパンのセールね、結構安くなっておりますので、期間中ですね、利用する予定のある方はチェックね、してみていただければなぁと。 思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウント。最近ね、LINE 公式アカウントで、PP 診断、マイル診断、マイルクレック診断、ポイントサイト診断ね、こちらから無料で利用することできますので、ぜひね、チェックしていけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。